はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字漢字部3月号よりですね、臨書検定課題、はい、こちら定義書表ですね、書いて説明をしていきます。はい、こちらの読み方なんですが、南洋文工定訓と、はい、こう読みます。はい、今月は6時の課題となります。はい、定義書表はですね、筆使いは紙筆の造法をですね、意識して創筆部のうねりですね、こういったうねり、はい、うねり、そこをですね、書いていくのには力を抜くのではなくですね、節をつけるようにして収筆まで出力を保ってですね、運筆をしていくといった書き方となります。はい、形はですね、比較的四角あるいは横長ということで、縦角と横角のですね、長さに注意して書いていきます。はい、今回はですね、一文字ずつまず説明をしてからですね、書いていきたいというふうに思います。はい、まず難ですね。半、難は2画目これ立ててですね、書いていきます。そして3画目以降ですね、この下の部分ですね、中心よりも右にずれているというところにですね、そういったところに注意して書いていきましょう。またこの点接ですね、点接は肩を落とすようにして書いていきます。はい、要はですね、はい、この作りの字形に注意していきます。はい、この下の部分のですね、この左払いですね、この方向に注意して縦長になりすぎないようにしていきます。で、またここですね、はい、うねりを捉えて書いていきます。この日のですね、この下の部分、ここはですね、出ますので、そういった書き方にも注意します。はい、文、はい、うねり、このうねり、はい、ここのうねり、はい、うねりを捉えて書いていきます。この左払いは出力を保って払っていきましょう。はい、こうですね、1画目2画目のこの間隔を広くですね、取ります。はい、そしてこの下の部分ですね、はい、横への広がり、それを捉えてですね、運筆していくのと同時に、このうねりを捉えてですね、運筆をしてください。はい、定、はい、比較的ですね、細めに書かれてます。はい、ここに注意していくのと、この縦角ですね、はい、うねりを捉えて書いていきましょう。はい、君、君ですね、横角、横角ですね、いや、左払いのうねりを捉えていきます。この横角はこういううねり、ここもこういううねりですね。はい、ここ左払いはこういううねり、はい、そしてですね、重心が高くならないようにですね、株のまとめ方に注意します。はい、ここ下はですね、揃えるつもりで書いていってください。はい、それではですね、早速書きながら書いて説明をしていきます。はい、なんですね、紙筆の造法を意識しましょう。造法で入り、ちょっと右下に、ここから立てて、はい、ここで左に、そして立てかけは内側に寄せていきます。ここの横角はちょっと縦気味に入って、はい、右上がりで肩を落として、で、内側に入ってちょっとネギを、筆圧を加えていく感じですね。ここで塗っていきます。はい、内側は
内側、はい、両方で入り、はい、ここですね。はい、なんですね。次、よ、右上がり、で横にこう行くような感じです。そしてここはあまりうねりがあるわけではないですね。ちょっと収縮内側に入ってくるような感じです。はい、縦角、はい、辺の眼形をよく見てください。長さですね。ここで内側に寄せていくような。横角、はい、ここ右上がりです。はい、縦角が出る形ですね。はい、そして左払い、間隔も気をつけていきますよね。方向、長さ、間隔です。さつを保って、ここも縫いを捉えて短く、はちょっと押し出すような感じでしょうかね。ここは筆圧を保って貼ると、はい、ようですね。次、分、はい、でここからこう抜いていくような感じでしょうか。次、はい、立てて、ちょっとこううねりを加え、そしてうねりを加えながら下に黒くしていくような感じですね。はい、左払い、ちょっと切り気味、こうでここからぐーっと筆圧を加えて左払っていく、はい、そして造法で入り、うねりを加えて、はい、ここで筆圧を加えて右に払い、この右払いは結構長いかもしれないです。はい、分ですね。はい、こう一二角のこの間隔の広さ、間隔を広くして、ちょっと太めに、でこうですね。はい、
伝説、同胞よし、失踪し、そして最後、胸襟を捉えていきましょう。はい、こうですね。はい、OK です。次の横画、ひねりを捉えていきましょう。はい、そしてこの縦画ちょっと細いですよね。ここもです。この中はちょっと練っていますね。中を細く描きます。練ってますね。はい、造法で入り、ちょっと一つかけて、そして右上がり、はい、ここは縦気味に、そして左に払うという感じですね。ここ一つかけて左に、はい、次は右上がり、次第に太くす感じですね。で、内側に入り、で、落として、そしてで横に行くような感じでちょっとこう練ってます。はい、ここ縦練って、はい、こんな感じでしょうか。はい、次は気味、はい、そこで入り、横ですね。はい、伝説、抜くような感じ。はい、次の横角は、練りを加えて、右上がり。はい、次も練りを加えます。よいしょ、はい、左払いです。ここも練りを加えます。一つを保って左へ、はい、そして口、
すると内側に。はい、このようにして書いていきます。はい、なかなか難しい定義可否の課題なんですが、脂質の増法を意識するということ、喪失部のおねり、そこは力を抜くのではなくて節をつけるようにして収出まで出力を保つということ、そして形状を捉えるということ、はい、これらをですね、意識して書くようにしてください。はい。今日は以上です。